はい、こんにちは、原田農園です。今日は4月の1日ですね。今日は那須の圃場に来ています。今からですね、那須の圃場の、畝を立てる準備をしていきたいと思います。今からですね、肥料などを撒いてですね、耕運して畝立てしていきたいと思います。はい、それでは今日も1日頑張っていきましょう。はい、こちらですね、レタスを植える定植する圃場です。新しいハウスのすぐ横の圃場になります。ここは手で、機械が入らないので手で今畝を立てています。このようにですね、杭を、両端に置いてですね、打ってですね、で、まあ、あの目印となるこちら紐ですね、これうちはナスを誘引する紐を今使っています。で、まっすぐですね、ラインを引いて、こちら側のですね、土をこの型に合うように、揃えていきます。はい、畝を上げるときにはですね、
このようにこの紐が目印になるように根を上げていきます。で、根が上がったらこの天葉がちょっとデコボコしてるんで平たい板でですね、鳴らしていきます。こちら、アスパラの圃場に来てます。もうですね、アスパラが結構大きくなってます。20センチぐらいかな、多分この広げたのが20センチぐらいなんで、今20センチぐらいの長さに伸びてきています。ちらほらですね、大きいのが見受けられるようになってきました。あと今まで出てなかったところも株がですね、徐々に芽を春芽が出てですね、だんだん大きくなってきています。やっぱりだいぶ暖かくなってきたんで、暖かくなったらかなり違いますね。まだちょっと出てないところもあるんですが、これから徐々に出てくる予定です。はい、アスパラの圃場でした。